こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ラフでドラムソロを膨らませようというコーナーなんですが、前にもちょっとシンプルなドラムソロで練習してたと思うんですが、こうタムは別に四分音符でもハイハット踏んでればこういうのドラムソロ全然できるんですが、これにラフっていうのを入れます。ラフっていうのはまあここに表記してあるやつで、こう細かく見るとこれね、これこの2つの音があって、これがだから左手が2つこれを同時にこう転がす感じ、こう押さえつける感じすると、ラフって聞こえると正確なことです。だからラフって名前ついてるね。フラム横のやつはフラムです。フラムの場合はね、ここ横に斜線ビュッてつけなきゃいけないんだけど、フラムこれだね。でラフこのね、フランフランフランフラ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 フっていう風に聞き取れるかなと思います。このラフがね、もうフィリーがめっちゃうまいんですけど、これをこういう風にするだけでもう四分音符のソロじゃん、二分音符のソロでしょ。全部表だけど裏から進むから成立するんですね。でこれを表から裏に切り替えるとまためちゃかっこいい。ワンツーワンツースリー、こんな感じでドラムソロが全然できてしまう。めちゃかっこいいでしょ。ラフ入れるだけでもうめちゃくちゃこう、こんな単純なものでも全部かっこよく聴けるので、例えばタタタタ、ラタタタみたいな感じでできると思います。だからロック系のかもっていうフレーズもかっこよくなるっていうことですね。ラフって僕結構避けてきたんですけど、ラフは省いてもいいんで、だから逆に言うとどこにくっつけても全然構わないってことですね。というわけで、このじゃあこれをランダムにやるとめっちゃかっこいいんだけど、ランダムにするのどうすればいいかって、こうタタンタタンタンってこうシンコペーションブックね、タタンタタンタンをタタツタタンタン倍に伸ばして、これでフラム入れる。こんな感じでタム移動したりとかするだけでめちゃくちゃソロ膨らみますよね。だから単純なフレーズでもラフを入れれるようになると、左手でこう、もう一方通行でいいと思うんです。左手がで、ポイントは高さを変えて左手を押し込みって同時に叩くと、このラフ、これ非常に使い勝手がいいんで、ぜひやっていただけたら。まあ例えばこのドラッグパラディドルみたいな、まあ、ドラッグパラディドルみたいなルーディメントに入れたらもっとさらにかっこよくなるんですけど、まあこんな難しいことしなくても、これだとハイハットなくてもね、ワンツースリーフォーワンツースリーフォー、こんな感じで全然できるでしょ。という具合に、ラフを入れるともうジャズはめちゃくちゃかっこよくなるので、このラフというのをぜひ使っていただけたらと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。